キャノイグス岡部です。田畑です。第2回コソレシーズ、うわー、今回のコソレンはハイボールキャッチです。トークとハイボールキャッチならお任せ。ゲストはこの人です。キャノイグス三島愛番です。今回の練習はどんな練習ですか？今回はハイボールのキャッチにフォーカスした練習です。不安定な空中でのプレーになります。相手からのプレッシャーも来るので、一つ一つの動作を確認しながら日頃行っている練習を今日は紹介いたします。それじゃあ行きましょう。レッツコソレン。2人組になってこの5メーターぐらいの距離に離れていただいて、2人でボールを投げ合います。いいよ。いいよ。最後。一つ目のポイントとして、腕を高く上げて腕を閉じることです。腕を高く上げる理由は、なるべく高い位置でボールを取ることです。腕を閉じる理由は、腕が空いているとボールをキャッチした時にボールが落ちていっちゃいます。なのでしっかり腕を閉じることによって高い位置でボールをキャッチすることができます。2つ目のポイントは、正面を向いてまっすぐ飛ぶことです。着地した時に横を向いてしまうと、相手からのプレッシャーで強いタックルを食らったら怪我をしてしまう恐れがあります。なのでまっすぐ飛ぶことによってタックルが来ても強い姿勢を取れる。これが非常に大事なポイントです。まず1球しかないよ。え、いるやん、みんな当たらん。うわー、ミスさせれた。この練習は慣れてきたらボールを高く上げたり、キックを蹴ってもらって難易度を上げていってください。ぜひチャレンジしてみてください。 YouTube をご覧いただきありがとうございました。次回のコソレン企画もご期待ください。バイバイ、バイバイ。